とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。今回は、27回です。若干短めだけども、どうでしょうかね。何が、おい。待って、2体いるんかい。多くない？ちょっと待って、いきなり多くないか。いや、嫌なやつ、ほんとに。ちょっと待って待って、これ相当嫌なやつよ、ここ。ちょっと、これ一回難しいわ。うん、一回がなかなかやばい場所だね。パワーポーション取ったからまあ大丈夫だろうけども、いや一回これ、おお、え、ジオマンサーもいんの。よし、オッケー。いや、めんどくさい。一回終わり。はい、一回クリア。いや、めんどくさいな。いや、これはいいかな。このまま行き、おい、珍しいね。このステージが序盤に出てくるって結構珍しいよ。結構終盤に出てくるタイプの場所なんで、前半出てくるの珍しいな。またクリーパーとか出てきたら嫌だけど、出てこないかな。出てきても終盤2、3体ぐらいでしょ。そんぐらいだったら大丈夫。どう？あ、大丈夫だ。問題ない。終わりでしょ。2回クリア。1回きついけど2回はなんてことないですね。いらんかな。もうちょっと我慢しましょう。で、3階がここね。まあ全然大丈夫。それでエンチャント何がついてる？あ、ポーションバリアついてるね。うん、ポーションバリア入れとけ。あ、じゃあ1階もあのポーションバリア入れていけば、うん、安全に行けるわ。あそこがちょっとあのクリーパーとエンチャンターとかかぶると結構きつかったんだけども、大丈夫だね。よし、まだ来るんかい。 OK、 あとは何もないでしょう。クリーパーもいないはず。ここは、うん、あ、余裕だわ。2階3階は全然なんてことないですね。ただちょっと敵がダラダラ出てめんどくさいぐらいで、特に問題はありません。ほう、エメラルド、うーん、いや、いいか。パワーシェイカーの方が重要だと思います。これでいきます。あ、でポーションバリアね。4階、いや、久しぶりに雪のステージだな。嫌だね。よいしょね。あぶねえって。ちょっと待って、クリーパー多いぞ。ちょっとクリーパー注意。よし、 OK。 おい、あぶねえ。あ、倒しきれ。あ、倒した。3発になるとちょっと厳しいもんね。よし、4回クリア。ちょっとクリーパー多めです。クレイモアかー。いい、もうちょっと我慢します。そのまんま進みましょう。あ、でも27回だったら9回ぐらいでボスが来るかな。うん、
ちょっとボスの出現にはあぶね、注意しないといけませんね。ちょっと待って、めんどくせえ敵多いな。よし、でもこれで終わりです。いやまだいた。いや火力高いやついるな。終わり。うん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 、いやなかなかかもしれないな今回。いやー武器がない。闇はいい炎茶がついてない。ビーストバーストあるね。そのまんま行きます。ビーストバーストあり。クレイムはやっぱ取ってた方が良かったかな。もしかすると心奪うものに変化する可能性だってあったね。火力スキルもいくつか入ってたんで使いやすくはあったと思う。もう雑魚出ない？出ないね。よし。よし。この草刈りステージがあるんで、なんかソウル系を持ってきても、良さそうだったね。うん。ちょっと攻略の時には、しっかり考えよう。もう。ちょっと待って、嫌なやつ。嫌な敵本当に。よし、悪い。防具を変えとかないともう毒ダメージでゴリゴリ減っていくね。武器も防具も弓も全部欲しい。なんかねいいのがないんだよね。なんか良さげなやつをください。あっ B ハイブ、あっ槍もいい。悩むところだな。いや変えとこうか。うん、エンチャンターの書もあるんか。ビーハイブを一応雪玉3入れてでいいかな。いや槍も欲しかった。うん、槍も欲しかったけども、まあまずは防具よ。あぶね、こっち来んなよ。よし、であとは少しで終わりだね。うん、こう早く終わるから結構好きだな。クールダウン2。ビーステいらない。あ、ドラだなここは。クールダウン2か。まあいらないけど。ちょっと待って待って、押させて。よし、倒したっしょ何体か。うわー、ちょっと待って、 HP 高いのがいるよ。ちょっと待って、クリーパーもいるし、ここ本当にやばい。え、シュルカーもいるのこんなところに。武器欲しい。武器がないともう倒せなくなってきてる。よし、ギリギリパワーシェイカーでなんとかなるけど、もうなんとかならなくなってくる。そのうちこれボス戦が厳しいぞ。ボス戦どうするか。次で武器が出なかったらちょっと積むかも。頼むよ、武器、もしくは弓、どっちか来てくれればいける。ああーよかった。うん、待って待って、こっちもいいな。あ、でもボーンクラブだわまずは。うん、ボーンクラブの8と雷3ぐらい入れとけ。で次商人だな。次が商人。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない？あ、やっぱボーンクラブいいわ。よし、ちょっとね防具の火力がないんだけど耐久力はあるし蜂も出るからまあいいでしょう。終わり？
はい、9回終わり。次、商人ね。あ、愛のメダルいいじゃん。いや、いろいろちょっと悩む装備が多いな。ユニークか。となるともうこれしかないもんね。90、まあそこそこ上がったんで、20回手前ぐらいまでは使っていけそうですね。さあ何が来る？次は弓だな。さっきのバーストクロスもなかなか良かったけど。2体どっち？よし、待って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 、もうちょっと待って、ちょっと、まあまあまあ、ポーションバリア使わなかった俺が悪い。出てくるやつがもう分かってしまえばね、もう大丈夫。 OK、 はい、終わり。まだだ。よし、でこいつはザコを出してきてくれるんで、よっしゃ、愛のメダルがすごく効く。よし、なかなかめんどくさいボスではあったな。はい、やっぱり2体だった。次、変えようか。火力欲しいしね。うん、火力が欲しい。愛のメダルもあるし、ちょっとアーティファクトを多めに回していきたい。なのでこれです。 OK、 いいんじゃない。何が出る？なんかネクロマンサーが出てきそうな気配はあるけども、大丈夫か。終わり？んなわけないか。あと1回。あ、終わりかい。12回、そろそろ折り返しです。雷の杖か、いいね、持っていこう。パワーシェイカーももう火力が低くなってきてるんで、ちょっと変えた方がいい。これね、エンチャント入れれないんだよな。なんもない。あ、まあまあまあ、ソウルフォーカスあるか。うんうん、か、雷の杖は結構、うん、強力に使っていけるね。OK、いいんじゃない？いけ。まあ、え？ほぼワンパンぐらい出られたんだけど。あ、そうか、まあまあ、うん、まあ、うん、ね。耐久はないんだけど。え、そんなに食らう？これクリーパーの攻撃もらったら終わるよ。ちょっと待って、クリーパー8とか愛のメダルでなんとか処理しよう。ちょっときついわ。やっぱ耐久がないと無理か。まさかほぼワンパンでやられるとは。よし、まだ。え、どこ？あ、いた、いたんか。はい、13回クリア。次、あー、いらない。ここはもう工具でしょう。うん、工具でいきます。ちょっと防具、これ耐久力だいぶ心配だな。だいぶ心配なやつだ。 OK、 ちょっと、うんうん、いいか。で、次、商人で、早くももうボスが来そうですね、2体目。よし。もうすでに2回やられちゃったからね。やばい。もうやられたくないね。OK。いいんじゃない？反対側に蜂が出てくれたらすごい嬉しかったんだけども。まあ、しょうがない。よし。あ、もう耐久力ないわ。うん。防具、
パワーを上げるか、35% 軽減ないと、ちょっと厳しいな。敵の攻撃力が、ちょっと高い。あー、クールダウン付き。30% 回避。あ、いらないな。いいか。で、商人です。どっち？パワーか。そうねー、防具は後でもう出てくると仮定しよう。うん、骨のコンボです。でエンチャントのソウルフォーカス3入れて雷の杖でちょっと一気に倒す感じにしてみましょうか。あ、ボスじゃないんだ。うん、まあそういうこともあるよね。オッケーオッケーオッケー。ならなおさら防具じゃなくてよかった、あげるの。うん、よし。うん、いいね。やっぱ武器火力上がったんでワンパンして倒していける、いい感じ。はい、16回クリア。次、あ、また。いや、いらないね。いらないね。あー、グリムアーマーいいね。うん。グリムにしよう。ちょっと待って。カトラスも見せて。ダメね。うん。グリムだわ。だったらクールダウンもついてるし、雪玉もついてる。雪玉先かな。これでだいぶ、生存率が上がるはず。おー、ちょっと待って、もうコブで倒せない。嘘でしょ。コブの火力が、え、もうない。意外と最近取ったやつだと思ったんだけど。当たった。これもめんどくさいよね。なんか目印みたいなのをね貼っててくれればいいんだけども、これランダムでしょあれって。あそこ、それ嫌なんだよね。終わりー。17回クリアー。そろそろボス？あ、ボスだね。釣り竿こと、今回もある。カトラスが手前にあったんで、それを使うことはできますね。そのまま行きます。長いよ。こいつかー。うん、ちょっと27回でね、短めだと思ったんだけども、こいつが来ると長いって。まあ、しょうがない。オッケー。サクッと倒しちゃいましょう。よいしょ、終わりー。まあ、この装備だったら意外と早く倒せたね。うん、1分ちょいか。バトルスタッフ。いや、いいね。そのままグリムで行きましょう。多分というか、こっちの方が耐久力はある。間違いなく。厳しいなぁ。ちょっと待って、ちょっと待って、えぐいえぐいえぐいちょっとえぐかったな。半分ぐらい減ったぞ。 OKOKOK ちょっと待って、これ、あー待って、もう固まるなよ。モブをスタンさせる。あー危ねえ。ちょっと待って、これエンチャンター、うっとうしい。よし、オッケー。ひどいな、エンチャント受けたやつの火力がとんでもない。欲しいな、欲しい。まあ耐久力は減るんだよな。あ、いや、いいこっちに変えて、ライフブースト入れよう。うん。ライフブースト。で、タンブルビーも1入れとけ。これでいきます。もう2回やられてるんで、HP はかなりこれでアップする。うん、ライフブーストはこういう時すごくいいんだよね。OK。食らってもそう大したことない。おい。嫌なやつらが多いな。嫌な敵多い、ほんと。よし、
おいおい、数よ、数数めちゃくちゃ多いじゃん。よし、すごいね。よし、次これ攻略どうするかね。ちょっと最適な装備をしっかり選んでいかないと、ちょっときつそう今回も。あー、でドラここでも出るんか。でバトルローブね、そのまま行きます。でここか、はいはいはい。ディープリーフどんぐらい出る？あんま出ないでよ。ディープリーフ嫌いだから。あー、いるんかい、やっぱり嫌なやつ。ちょっと待って、上に逃げたね。逃げんなって。嘘、まだいるの？多いよリーフリーフが。ちょっと待って、逃げるなって。上に一体逃げた。まあいいか、あとで倒しましょう。まず、おーいって、すごいな、数が結構えぐいよ。よし、 OK。 まあ愛のメダルがあって助かったかな。うん、でもうあれだね、雷の杖は捨てて OK かも。いや、下にも下に戻ってたけど、それでやられたか。 OK、 はい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 、ツルハシありね。でもキノコがないと使えないしね。次、もう夏になるんだから冬ステージはいいよ。動きがねもう遅くなるから大嫌いなんですよね、マジでマジか、嫌な場所ほんと。よし、いいんじゃない。待て、あぶねえ、8。ちょっとここ多いぞ。よし、ナイス、終わり。クリーパー多い。うん、注意しないとマジでやられそう。ポーションバリアあればだいぶマシかもね。いらないかな。でここか。まあまあソウルはたまるからいいけどね。うん、でももう、雷、そんなに火力ないんだよね。いや、ある？倒せる？あ、倒せはしないか。あ、でもどんどん使ってけ。うん、もったいないから。草刈りのところはどんどん使っていこう。よし。やばい。もうすでに HP が半分切ってる。でクリーパーも出てくると嫌な場所。すごいね。 OKOK、 ハチたちにちょっとなんとかしてもらおう。よし、すげえな本当に。あ、結構嫌なシーズン。うん、結構嫌なシーズンだわ。 OK、 くらい、いったかな、終わり。いや、まだ上にまだいるか。何体ぐらいいる？ディープリーフおるなよ。あ、終わりだ。いたディープリーフいた。違う、雷の杖外した。まあいいや、次ガントレットか。でももう商人違うからね、いらないかな。うん、アップドラフトの方が雷の杖よりもう強くなってるね。アップドラフト入れろ。
うん、雷の杖は1万ちょっとだったんだけど、アップドラフターは1万2000。こっちの方が火力がある。骨こん棒ですかね。あ、いや、うん、いや、骨こん棒だ。うん、コグでもいいかなと思ったけども、多分最後までは使っていけなさそうな気がする。で、ここね。今回27だけど、めんどくさいステージが本当に多い。本当に多いよ。どうしたこれ。よし、いいんじゃない、いけ。よし、嫌な場所で、後半だからやたら敵も出るしね。本当に嫌な場所だわ。よっしゃ、はい、終わり。いや、まだ、あ、いたんかい。でも終わりです。25回クリア。次、あ、森のや、うーん、いらねえな。スパイ、あー、いや、いらんかな。森の矢筒も、うーん、いいよね。変えようか。もう愛のメダルなしにして、これでもゴリゴリ行こう。敵の数次第。よし、オッケー。いいんじゃない？あ、いいね。やっぱり火力はね、断然上がる。森のやつ。全然違うわ。んー、でもって、ここはそんなに、敵も出ないか？あ、早っ。26回終わり。さあ、ボスは誰でしょう。気になるところ、な、何が来る。あー、いや、火力はね、今のやつの方が、あー、ちょっと待って、ポーション亀に変えとこうか。一応念のためにさ、一応、こっちの方がまあいいからね。で、一応火力スキルをちょっと多めに入れときましょう。2体とか、もしや、久しぶりの。1体、1体。あ、2体かい。で、伸び。嘘だろ、もう。あ、あ、でも、うん。火力そうでもない。やば。しゃ、終わりだ。よし、終わり。はい、ちょっとね、序盤で2回やられちゃったんだけども、まあまあクリアできました。ちょっと、うん、まあ、若干難しいかもしれません。うん、攻略ここでしっかりやらないとな。なんだ、おっと、勇者、しかもスケールメールの防護3、これ3が出るよ。あー、ソウルフォーカスやめて、勇者。火炎フォーカスか、最後の叫び、マルチロール臭い。どうだ、火炎フォーカスいりません。はい、ということで今日は初見攻略でした。2回やられたんですけども、まあまあいけることができましたね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。